最高時速66キロにも達する自転車競技。プロが使用する佐世保競輪場で毎年行われています。注目は鹿町工業3年の松本光大選手です。今年春に行われた全国高校選抜のスプリントで県勢初の頂点に立ちました。実は大会直前の今月1日、保健体育の授業中に右足を捻挫してしまっていました。怪我を悪化させないため力をセーブするように周囲から助言されていましたが、松本選手はいきなり1本目から自身が去年出した大会タイの記録を出しトップに立ちます。レースを終えた後の松本選手は、その後松本選手は痛む足を引きずりながらレースに臨みます。ルール上エントリーしていた種目を一つでも欠場すると、その時点で他の種目にも出られなくなり、九州大会やインターハイが遠のきます。本来の走りからほど遠くても自転車を漕ぎ続けます。それでも千両役者は全国を制したおはこのスプリントで見せます。コースを2周するスプリントの1位2位決定戦、1対1の勝負のため、スピードや瞬発力に加え、どこで勝負をかけるかの駆け引きが要求される種目です。松本選手は2周目の第2コーナーに差し掛かるところでインをつき、一気に前に出ます。タイムこそ出ていなかったというものの、相手の追撃を許さずそのままフィニッシュ。王者が全国選抜を制した譲れない種目で見事勝利をつかみました。お前やばすぎやろ、ガチガチ流れてるわ、ガチやばい、見た、裏切られた、悔しいね。いや、ゆっくり潜った時にまくり来るかなと思って動かった。選抜だけでは本当の日本一とは言えないと思うので、インターハイも勝って誇れるような選手になりたいと思います。県選手になって日本一になり、オリンピックにも出場したいと思っているので精一杯頑張りたいと思います。一方、中長距離種目の主役は佐世保工業の峰村選手でした。学校に自転車部がないため、土日は鹿町工業の選手と一緒に、平日は一人孤独にトレーニングを積んできた苦労人が見事3冠を達成です。やっぱり一人っていうのもあって、サボってもまあ良かったり、部活としてしてないので平日は普通しなくてもいいって感じの時もあるんですけど、やっぱり結果を残すために毎日練習してきて良かったです。選手たちの熱戦に3年ぶりに観客の姿が戻ったスタンドも興奮に包まれました。